どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい仲のいい人エルザです。今回は孫悟キャラが4人揃いましたので、そのメンバーを使って模擬宇宙の黄金と機械を遊んでいきたいと思います。孫悟キャラ優秀なキャラが多いですからね。模擬宇宙の祝福を利用すれば楽にクリアできるんじゃないかなと思います。今回使用する孫悟キャラは主人公、ナノカ、フゲン、アベンチュリーの4人となっています。この4人に関しては防御力の高さはもちろんですが、追加攻撃を持ったキャラもいるので意外と相性がいいんじゃないかっていうところですね。なので今回は孫悟キャラ縛りで孫悟の運命を使用しつつ、可能なら唯一の祝福を集めてカウンター型でクリアを目指していきたいと思います。難易度としては難題プラス6にチャレンジしたいと思います。サイコロは追量を使用していきます。追量はルアンのイベントを狙っていきますが、うまくいけば買い物もできる可能性がありますので、そちらも狙っていきたいと思います。また道中の敵に関しては倒すのが非常に大変なので、次元界2のボス前までは読みを入れて雑魚処理などをしてもらおうと思います。正直一周の時間かなりかかるので、このあたりは短縮していきましょう。それでは早速進めていきたいと思います。まず黄金と機械を攻略していくために集めておきたいものなどを紹介しておきたいと思います。今回は追量サイコロを使用するので、サイコロ系の器物を集めたいというところはありますが、合わせて平和の代価も狙っていきます。というのも今回はルアーを狙っていくため、祝福が足りない可能性というのが十分あり得るんですよね。そのためイベントをこなしつつ、取引エリアにも入って宇宙のかけらも集めたいというところがあります。一番はルアンのイベントで優越を大量ゲットできればいいんですが、それはかなり運要素が絡むので、自分で買えるようにある程度はコントロールしたいと思います。また平和の代価を使って買い物もできると最後のボスで安定して勝ちやすくなるので、なるべく揃えたいところですね。これは早めにゲットしたいところです。また優越の祝福を狙っているってことで気づいている方も多いかと思いますが、今回のアタッカー枠はナノカとアベンチュリンとなります。ナノカはバリア持ちの味方なら誰でもカウンターをしてくれます。それを狙ってダメージと追加攻撃を稼ぐっていうわけですね。そこにアベンチュリーの追加攻撃を行って攻撃回数を稼ぐという流れにするわけです。この編成は会心率も会心ダメもないので、元々の火力は低いんですが、祝福を生かせばそれなりに出ると思うので狙っていきたいと思います。正直ガルク面に関してはかなり見切り発車なので、そこは最後までお楽しみにしていただければと思います。結構ダメージが出るんじゃないかなと予想はしてますが、威圧が爆発すると思います。それではまだ時間があるようなので、今回の各キャラクターのステータスも紹介していきたいと思います。まず1人目ですね、フゲンについてです。実は今回一番耐久枠として消費が激しい枠となるため重要なところです。フゲンに関してはバリアを肩代わりに使えるという一面がありますが、それは味方がバリアを持っていても肩代わりはするっていうのがあります。そのためフゲンのバリアが一番最初になくなるため、瀕死になることもあり得るため、保険として記憶の素材を装備しておくっていうのが非常に大事です。これで少しはバリアの耐久値を維持できるようになっています。また速度もこの編成の中では一番速い状態にしており、必殺の回転率も維持できるようにしてます。必殺技が回せれば自身の回復もできますし、味方の回復もできるので、かなりありがたいなっていうところです。続いて2人目はアベンチュリンです。応援水は防御力を稼ぐために正解トレンドを採用しています。本当は勝利の刹那を装備したかったっていうところあるんですが、最近ガチャで引けて育成が間に合わなかったので今回はこちらにしています。とはいえ防御力は4000近くとなっているので、ギリギリ使えるレベルかなっていうところですね。また祝福でバリアの性能が伸びるので、2万くらいのバリアを張ってもらえることを期待していきます。過去にアベンチュリンを使った動画を試してますが、まあ2万ぐらいうまくいけば孫悟で稼げるので、ここは期待したいところですね。ですが最後のボスがアルジェンティの場合、追加攻撃の火力が出せるか心配なところがありますので、人生削りの面で頑張ってもらうという感じになると思います。まああとは耐久枠要因というところですね。続いて3人目はアベンチュリンのマイフレンドこと主人公ですね。応援水はランドゥにしています。これに関しては単純にフゲンの兵頭を減らす狙いがあってこの装備にしています。こちらも育成不足ですが、今回では十分かなというところですね。役割としては兵頭を買ってダメージの分散を狙うことと、炎弱点の人生削りを頑張ってもらうという要因です。最後にアルジェンティが来てくれれば弱点を削る上ではとても活躍ができる立場なので、人生削りの面でも期待が高いですね。
そんな主人公自体人生削りの量はそれなりに高いので、純種の祝福を獲得できればかなり火力が上がる予定というところです。連続行動などしてターンを稼いでもらえると一番いいのかなというところですね。そして最後4人目は三月なのかです。今回のアタッカー枠ですね。この子がどれくらい追加攻撃をしてくれるかにかかっています。もともとカウンターの回数が多い上に敵を凍結することも可能なので、足止めとしてもかなり活躍してくれます。特に優越の祝福とも相性がいいので、攻撃力が低くても優越の効果で大量ダメージを出せるなぁと思ってますね。ただし優越の祝福が今回少なかった場合は火力が出せないということが確定するので、かなりのギャンブルなアタッカーになるかなと思います。なのでできれば優越は集めていきたいところですね。まあ、本当は記憶の運命がいいんですが、今回は優越が引けるのを祈って潜っていきたいと思います。今回はこの4人で進めていきたいと思います。育成の伸びしろは残したままですが、多分いけるかなっていうところですね。はい、ということで話してるうちにルワンのイベントが来ましたね。選択式でちょうど1と2が来てるので、今回は1の方からいきたいと思います。まあ上の方の名前を見ればね、わかりますんでね、ここは焦らず選んでいきましょう。あとはこれで何の祝福が来るかっていうところですが、おわー、優越来た。優越全部だってことは優越強化も確定できますね。これかなり熱いですね。なかなかね、これ難しいんだよね。さあ、これでサイコロもいいのが出たので、選択式で、多分これもルアンが出るんじゃないかなというところです。出ましたね。ここね、順番間違えると強化ができないんでね。で、孫悟の祝福も今回かなり集まってる状態なので、ここで祝福強化を選びます。まあね、ルアンを編成入れてると全部選べるんですが、まあ今回はいないので、強化を選んでいきます。さあ、これで攻撃面に関してはほぼほぼ出来上がったので、火力アップ系の祝福を残り集めていこうかなというところです。まあ、順守とかね、そのあたり集めるといいのかなというところです。はい、ということで最後まで来ました。で、今回ボスなんですけど、アルジェンティーとグリズリーが選択できるようになってます。で、アルジェンの方が今回はいいかな。グリズリーはね、どうしても2体同時に倒さないと HP 回復するかしんどい部分があるので、今回はアルジェンティを選んでいきます。で、ここでしっかりとまず読みを孫悟主人公に変えてやっていきましょう。まあ装備もね、一応大丈夫かなって確認ですね。いやー、どうなるかな。合わせたらいい。まあ弱点がね、炎と氷でつけるんで、何かと戦いやすくなってるんじゃないかなと思います。まあただ、今みたいに追加攻撃できるとカウンターで、まあ2万とかポンって出るんで。今ちょっと必殺技考えてます。主人公で弱点狙って、かなっていうね。で、やっぱね、難題6で、やっぱ18まで来ると、防御力がめちゃくちゃ高いね、相手もね。さっきのボス戦でボロボロ10万20万出てたのがやっぱ一桁減ってるんで、これ多分何台気にしなくてガンガン上げてたら軽く100万はガンガン出てるんじゃないかなと思います。まあそれでも50万出てるんだよね。なのかね、まあ全然問題はないラインかな。ただ50万であのミリ単位でしか減らないんで、ちょっとね不安なままやってます。でステータスちょっと見ていきましょう。ステータスに関してはこんな感じですね。一応バリアが、普遍が1万6000、アベンチュリア2万3000付与されてます。なのか2万2000ですね。結構晴れたよね。で、最後主人公に関しては1万7000と。まあ、普遍と主人公に関しては負担をしてくれる側なので、他のメンバーよりか減りが早くなってくると思います。まあね、今ちょっとね、あと手動でやっていますが、実はね、あの手動でやってもなっていうのがあるんで、ちょっとこの後オートに切り替えます。そこまでね、別に手動でこだわってはないんでね。まあでもやっぱ強いですね。純種の効果もしっかりと出てますね。意外と主人公の火力が出るのがありがたいんだよね。まあ3体で、まあやっぱ39万。まあやっぱダメージはかなり抑えられてるかな。相手が硬くなりすぎてるもんね。
さなのかです。やっぱ氷弱点もつけるんでね、相性いいよね。そしてやっぱ凍結が強い。で、相手の攻撃食らっても普通にカウンターでダメージ稼げるんで、まあ、攻撃されすぎも困るけど、攻撃をある程度は耐えれるのは強いところですね。で、アベンチュリンのバリアがちょっとおかしくて、アベンチュリン張った時だけめちゃくちゃバリアの量がおかしいんですよね。桁数がちょっと見えないというか、3桁台のものがめちゃくちゃ張られてるんで、アベンチュリンのバリアはね、めちゃくちゃ高くなってます。まあ、ある意味アベンチュリン狙われてくれるとありがたいんだけどね。さあ、カウンターの追加攻撃で敵の数もいいんで100万出ましたね、一瞬ね。ここも100万、まあ、5体いればだいたい1体あたり20万ちょいとか30万近くは入るんでね。さあ、ここで7日の必殺技で35万、とまあ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 全然問題ないところ。でもアベンジュリンが今回思ったり追加攻撃のダメージ出てるね。ヒット数多い分追加攻撃が出てるって感じかな。かなりありがたい感じですね。さあ、またバリアを張って、敵も増えた。やっぱね、孫悟と優越はこうやって見ると相性いいですね。まあ、復元を入れるかどうかもちょっと悩みとこなんですけど、まあ、このカウンター型であれば、アベンチュリンとナノカがいればだいぶバリアとしては耐久値は張れるんじゃないかなってことですね。残り2枠アタッカーとかにすればより簡単にいけると思いますね。まあ、でも孫悟キャラだけでこんなにボコ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 できるのもなかなか面白いよね。画面の数値がさ、もうわけわかんないからね。ね、復元で80万出た。HP アップ系がね、今回ちょっとないんで、まあ、1万ぐらいいってるんだけど、まあ、それでも今の80万出たのはちょっと面白いかな。まあ、20万いったあたりいってないのがもったいないけどね。まあ、また60万ポンと出ました。いいね、ガン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 削れてる。あ、でもアベンチュリンとやっぱ7日の追加攻撃が優越と相性いいね。回数も多いし、今回知恵も取ってるんで知恵との相性もいい感じになってますね。必殺の技がどんどん出る。まあ、あとは純種のね EP 回復とかあの辺りも強化して取ってるんで、まあ、それも相まって必殺技が回しやすくなってますね。知恵の缶詰も強いんだけど、純粋なあの必殺技というか EP 回復系はほんと強いからね、取っておきたいところです。これあとは防御力をガンガン上げるようにしてるんだけど、攻撃力が上がる系を持っているともっと強くなったのかなと思うね。あ、ここで主人公です。どれぐらい出るかな。10万台か。まあまあまあ、でも無事ウェーブに終わりそうかな。まあ、でもバリア張ってるんでね。お、終わった。さあ、最終ラウンド、こっからがね、ちょっとね、必殺技ガンガン使われると辛いんで、できれば耐えてほしいな。フゲもね、ちょっとバリアがね負担のしすぎで削れてて HP も減ってるんで、実は結構危ない。実は結構危ないのよね。これ耐えればOK。で、今、バリア、ダメージ食らった後にバリアが張られたと思うんですけど、まあ、あれに関しては記憶の素材の効果ね、多分なかったら耐えれてないんじゃないかな、今の単純に。なんでね、意外と記憶の素材が刺さりましたね。しかも回復までしてるっていう。アベンチュリーも、カウンターで追加攻撃するとバリアの付与とかしてくれるんで、ちょっとそのあたりが楽なんですよね。定期的に最低限のものは貼れるので。最終ラウンドのアルジェンティーなんですけど、周りの盾に関しては正直壊せる気はしてないです。壊せたらラッキーぐらいかな。まあ、今回たまたま攻撃が重なったんでいいダメージ出てますが、お、いけたね。これね、壊してもなっていうところがあって、まあ、壊したら壊したで楽になるし、火力も抑えれるからいいんだけど、
ちょっとね、そこに力そぎたくないのもあるんで、まあ、うまくまとめて殺してくれたのはありがたかったね。ね、北条と。さあ、ただ単体になるとね、ちょっとダメージが極端に落ちるんでね。いやでもすごいな、アルジェンティンの必殺で不言が負担をしてるとはいえ、全員のバリア全く剥げないって面白いね。不言以外全然バリア剥げないんだよね。しかも多分単消費でバリアがなくなってて一気に減ってるとか、その攻撃受けて減ってるわけではないから、そのあたりがすごく強いな。無事クリアですね。追加攻撃編成、追加攻撃編成と言っていいのか分かんないけど、そんこと追加攻撃めちゃくちゃ相性がいいかなと思います。これもしかしたらトパーズレイシーを入れて遊ぶのもちょっと面白いかもしれないね。なのかアベンチュリー、まあ追加攻撃全員できるようにしてっていうのもちょっと面白いかもしれないですね。はい、ということで孫悟編成の模擬宇宙はいかがでしたでしょうか。孫悟でガッチガチに固めた上にカウンターの追加攻撃と優越の祝福がぴったりあったっていうところかと思います。まあ、思ったよりもね、火力が出てたんで、正直楽しかったです、やってるときは。で、難易度が高い分、ダメージが抑えられてることを考えると、まあ、これはこれで十分かな。まあ、難易度5の難度6で、さらに18って結構強いと思うので、まあ、このあたりはね、もし難題がさらに低い人化すれば、もっとダメージは出せるんじゃないかなと思います。あと今回撮影してたんですけど、実は今回のチャレンジのリトライが0回なんですよ。この編成に関して毎回その編成チャレンジして今みたいな感じでいろいろ試すんですけど、0回は何気に初かな。初、ただ最初のリセマラは数回くらいなんで、まあだいぶクリアまで1時間くらいでできたなーっていうとこです。俺なのでね、やっぱソング強いね、運命的にね。まあ優越の使い方もしっかりしてれば強いかなと思います。で、孫悟の運命はやはり耐久面での安心感がありますね。困った時に使うと安定感が上がる気がします。また今回の編成なんですけど、優越を使っているっていうのが非常に大事で、まあ、獲得できたのも大きいんですよね。なので火力面も申し分ないので、同じ作戦ならある程度はクリアできるのかなと思ってます。まあ、特に難題6の18まではこのメンバーで、かつ育成も中途半端でクリアできてるので、まあ、揃え次第だなと思いますね。で、この上の難易度になるとちょっと不安な部分っていうのはありますが、まだ耐えれてる部分ありましたので、まあ、まず難題6まではクリアできてよかったなというところです。なので、ね、また次回からは難題8以上で違う編成とか、なんかね、そのあたり試してみたいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。